あれから3ヶ月、大正13年元旦、私も良い年でありますように。はい、頑張ります。いえ、何でもありません。昨年中はいろいろとお世話になりました。今年もよろしくお願いします。あら、さくらさん、珍しく礼儀にかなったご挨拶ですこと。ありがとうございます。今年こそすみれさんのようなレディーになれるよう頑張ります。あら、あなたずいぶんセンスがおよろしくなったわ。ま、私を見習って社交界にデビューできるよう精進することね。ところで大神さん、どうかしらこの服、やはりちょっと地味かしら。京都から特別に取り寄せた西陣織で仕立てた超高級なお振り袖をご披露するはずでしたのに、残念ですわ。はいはい、相変わらずよう似合うてはるで、すみれはん。あら、ずいぶんトゲのある言い方ですこと。気のせいやなあ、大神はん。せやろ、すみれはん何着てもお似合いや。あら、私の美しさに今さら気がついたんですの。隊長、今年もよろしくお願いします。よろしゅう。中国の正月はまだ先やさかい、おめでとうは早いねんけどな。お兄ちゃん、明けましておめでとう。アイリス、今年は11になるよ。もう少しすると結婚できるよね。そう。体調らしくなったな。なんだか嬉しいよ。今年はいい年になるね。偉そうに。なんだとこの闇女。声が大きすぎますことよ、デカブツさん。やるか、このクソレヘビ女。大神くん、去年はご苦労様でした。今年も頑張って。大神はん、あんた正月からデレデレやんか。Thank you.
神くん、どうしたの？いいじゃないの、せっかくのお正月なんだから思いっきり羽伸ばしてきなさい。あの子たちのこと頼んだわよ。しっかりね、大神くん。あまり女の子を待たせるものじゃないわ。それから、大神くん、二頭を追うものは一頭も得ずよ。これは私からの忠告。お待たせしました。この着物ですか？お世辞でも褒められると嬉しいですよ。どうもありがとうございます。内緒です。
ンちゃんたちもやってみんか。大神さん、やりましょうよ。あんちゃんたちもやってみんか。
ちゃんたちもやってみんか。できたのさ。はじめからお二人だけで初詣をさせるつもりなんかありませんことよ。びっくりしたやろ。そうや、びっくりさすつもりやったんや。ごめんなさい、みんなを止めるつもりだったんだけど。みんなで初詣するんだもん。みんなでパーッとな。そうね、やっぱり花組全員集合の初詣ですね。よっしゃ、あたしあんたのそういうところ好きだよ。この気配はこの声は。あそこです。また会えましたね、帝国歌劇団の諸君。我が名は青いサタン。クロノスかい？バカバカしい。天界ごときではあの程度が限界さ。所詮徳川に飼われていた坊主だが、この青いサタンは違うぞ。容赦などせぬ。貴様みたいに女にうつつを抜かしてるようなくだらん男が私を止めることは無理だ。この帝都を根こそぎ破壊し、人間どもを恐怖のどん底へ突き落としてやる。目的？俺は人間どもが幸せな顔をしているのが嫌いなのさ。苦しみ、恐怖して泣き叫ぶ姿が俺にはたまらなく嬉しいの。そんなこと絶対許さない。俺はお前たちが愛する人や物のすべてをぶち壊してやる。何？来たれ、帝都の仮装に息づく抑圧されし魔の者よ。我こそは魔の解放者なり。いでよ、コーマ！
これは。なんやのこいつら。気をつけてみんな。なんとか間に合ったようで。将軍丸。将軍丸や、助かったね。よし、めったくそにしたるぜ。